広げた。程度の隕石ではロックマンにダメージを与えられないのか。スナイパー上何としてでも食い止めるんだ。今一番面白いところなんだからさ。もうお正月からゲームすることないじゃないの。いつでもゲームはできるでしょ。早くしてよね、みんな待ってるんだから。はーい、よし、これで最後のステージだ。ワイリー、え、もう最終ステージまでたどり着いたのか。今度もお前の負けだな。覚悟しろよワイリー。果たしてそうかな。よっしゃ、待て、逃げるのかワイリー。ドン、またしたな。よし、勝負だ、来い。行くぞ、ロックマン。どこを狙っとるんじゃ、ロックマン。まあよい、これでも食らえ。ロックマンがピンチ。ゾウニが冷めちゃうってママ怒ってるよ。あとちょっとなんだから、ほら返せよ。一体誰が僕を操作しているんだ。もうお願いだからちゃんとコントロールしてくれよ。負けちゃうじゃないか。もうちょっとだけ。キリがないからダメ。ここまで来るの大変だったんだぞ。な、何が起きたの。大丈夫？ロックマン、怪我はない？ロックマン、怪我はない？ロックマンめ、いきなり目の前から消えようって。ん？これは一体、いやー、いやー、わっ、わっ、わー。もう、しっかり操作してくれなきゃ困るよ、ユータ君。ごめんね、ロックマン。こいつがさ。いいわよ。お兄ちゃんなんかお年玉もらえなくて、後で後悔しても知らないからね。え、お年玉。あ、待って、僕も行く。お年玉。ここは一体どこじゃ。
ロックかい。ワイリーは倒したんだね。ここはライト博士の研究室。あとはこの部分のハーネスをつければ全て OK だ。はい。ロック、次の戦いに備えて博士がすごいものを発明してくれたのよ。あと少しで完成よ。そのすごいものとは何かな。ワイリー、危ない。プレッシュ。ライトめ、またこんなくだらんものを作りよって。タイムマシン。よしよし、それではこの大発明をいただいていくか。ああ、なんだ、大事なタイムマシンをそう簡単に渡せるもん。ほら、ヒゲを引っ張るな。やめよ。くそ、ロボットにはガスは弱かったのか。あらあら、あっ、ちょっと、ジャンク。明けましておめでとうございます。明けましておめでとう。おめでとう。いや、ロックマンも新年の挨拶に来てくれるとはな。今年もユータをよろしくね。あ、はい。でも日本の人たちって新年を大切にするんですね。一年の計は元旦にありって言ってね、その年の初めをきちんとすることで気持ちを引き締めているんだよ。お年玉っていうのもそれに関係あるの？しー、ロックマン。お年玉というのはお祝いとしてあげるお小遣いのことなのよ。へえ、そうなんだ。じゃあお待ちかねの。はい、お年玉。ありがとう。はい、あかね。パパ、ありがとう。いいな。今のは何だろう。ワイリーだ。ロールも一緒にいる。いてててて、急に動き出しよって。ワイリー。お、ロックマン、やった、ゲーム世界から抜け出せたぞ。今のうちじゃ。ロックマン、こいつを使って日本を征服してやるからな。楽しみにしていろ。待て。あ、消えた。困ったことになったの。タイムマシンを奪われ、ロールまで人質にされるとは。ゲームの世界の外でタイムマシンを使って時間旅行されたら、僕らは絶対ワイリーを捕まえられません。いや、そうとは限らん。と言いますと？ワイリーはいつもやられているお前に仕返しをしようと思っているはずじゃ。では、つまりはお前に仕返しするためにまた現れるというわけじゃ。その時を待ち構えて捕まえればいいんですね。でもタイムマシンを使ってワイリーは何をするつもりなんだろう。ロールちゃんも無事だといいんだけど。どうじゃな、目覚めの気分は。ワイリー、また暴れられると困るんでな、ちょっとつけさせてもらったよ。今度は一体何企んでるの。地球にはいくつもの隕石が落下しているのを知っているかな。そんなこと。大抵の隕石は大気圏を抜ける間に燃え尽きてしまう。だが大きいのだけを集めて、ある特定の日に日本に一度に落としたらどういうことになるのかな。巨大隕石は恐竜を絶滅させて地球に氷河期をもたらしたと言われているわ。その通り。ロックマンのいる日本だけでなく世界中が大パニックになるの。なんてひどいこと。おお、もう集めてきよったな。
ドクターライトにしてはなかなか便利なものを作ったわ。まさか未来のある日に送ったんじゃ。日本人がみんなで空を見上げる素敵な日に落とすためにな。なんですって？おお、そうじゃ。とりあえず試しにロックマンに一つ送ってやろうかの。わしからの最高のプレゼントじゃ。ロックマンもきっと気に入ってくれるじゃろ。今日2月3日は季節の変わり目である節分の豆をまいて鬼を追い払い、災厄や邪神を防ぐための行事があちこちで行われています。ふーん、日本にはファンタジックな行事があるんだな。ロックマン、あれ？おっと、突如どこからともなく巨大な鬼が現れました。これも節分のアトラクションでしょうか？違う、あれはワイリーのロボットだ。ワイリー待て！鬼は人間の世界にいちゃいけないんだ。お前もゲームの世界に早く戻るんだ。やれるものならやってみろ。だがロックマン、これを見てもまだ強気でいられるのかな？無理。ロール。こっちには人質がいることを忘れるな。くそー。ロックマン、もう一ついいものを見せてやろう。あ、隕石。どうだロックマン。だが今のはほんの小手調べ。本番ではもっともっとすごいやつを日本中に降らしてやるからな。そんなことさせるか。今度こそわしの勝ちのようだな。さあ遊びはここまで。ではロックマン、また会おう。くそー。ラッシュ、ありがとう。ん？これは。ロック、そのサングラスをかけてみる。え、はい。何か見えるだろう。はい。何です、あの黒いものは？それがタイムマシンでできた時間の壁の歪みじゃ。するとあの中には？そうじゃ、その奥にタイムトンネルの入り口がある。だが急がないと歪みが消えてしまうんじゃ。それからラッシュのお腹に。はい、これですね。それを使えばなんとかタイムトンネル内をうまく横断できるはずじゃ。わかりました、博士。では、行ってきます。ロックマンのあの困った顔、いや実に気分がいいわい。ロール、お前はまだまだ人質として働いてもらうぞ。ふっ、すぐにロックが助けに来てくれるわよ。なんとでも言っておれ。そうだ、せっかくタイムマシンを手に入れたのだから、ちょっと寄り道していこうかの。今日3月3日はひな祭り、私たち女の子の祭りね。お兄ちゃんたち男の子はほっといて、私たちだけで楽しみましょう。はい、ひなあられ。ありがとう。いただきます。わしにもちょっちくれんかの。ありがとう、お兄ちゃん。いいなあられ。うまい。うん、いける。出たな、ワイリー。待て。ちょ、お前なんか早くロックマンに捕まっちゃえばいいんだ。こっちにはタイムマシンがあるんだよ。だ、残念でした。ロックマンがタイムトンネルを使って追っかけてるって言ってたもん。なに、ロックマンが？ワイリー、そこか。待て待て、ワイリー。おっと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 、スピードアップじゃ。もう乱暴な運転なんだから。さっきのショックで手錠が緩くなってる。もう
少しで抜けそうなんだけど。ロール、次は5月の端午の節句にでも。いやー、ガイリー、早くタイムマシンを止めなさい。ククルヒーラーロー、早く。このタイムマシンを見失っちゃった。登りを上げられる庭があるなんて。マンションじゃちょっと無理だもんね。あれ、空から何か落ちてくるよ。ん、なんだ、隕石。あ、違うわ、あれロックマンとロールちゃんよ。節句といって、男の子が元気に育つように鯉のぼりをあげているんだ。ほら、鯉って元気に滝を登るでしょ。そんな鯉のように元気になれっていうことなんだって。ふん。ロックマン、ワイリーを捕まえられなかったからってくよくよしてるなよ。ブルース、ビート、ラッシュモン、エネルギー回復ならエディにお任せ。助かる。ワイリーなんかとっとと捕まえて早くゲームの世界に戻ってこい。でないと俺と戦う相手がいなくて暇でしょうがないからな。うん、分かった。みんなもワイリーを捕まえるのに協力してね。もちろん、任せといて。じゃ、鯉のぼりに負けないようみんなで頑張ろう。ああ、ワイリーの総攻撃は7月7日。はい、七夕といって一年に一度星になった恋人が天の川を挟んで再会する日と言われているそうです。みんなこの日はお星様にお願いをするのよ。うんうん、ワイリーもそんなこと言ってたわ。日本のみんなが星を見上げる日だって。博士、ワイリーは目立ちたがり屋ですからきっと。うん、そうじゃな。その7月7日に違いあるまい。では今のうちにワイリーの計画を潰しに僕は宇宙へ行ってきます。今のお前には宇宙で戦えるだけのパワーがない。ラッシュも同じだ。じゃあワイリーの計画を誰も防ぐことはできないの。やだ、日本が潰れちゃう。博士、ロックたちをパワーアップしてください。私も手伝います。お願いします、博士。分かっておる。しかし7月7日まで2ヶ月、時間との戦いだな。星に願いをかけることなど無駄なことと日本人もわかるだろう。何せその星たちが自分たちのところに落ちてくるのだからな。よし、もう少しこっちだ。できたぞ。はい、博士。とうとう7月7日になっちゃったね。七夕の日はね、こうして願い事を書いた短冊を吊るしてお星様に祈るの。なんて書いたの。もちろんロックマンがワイリーの悪巧みを防げますようにって。ありがとう、ロックマン。あ、みんな、ロックマン、俺たちも応援してるぜ。お星様にお願いしてるわ。ありがとう、みんな。僕も頑張るよ、ロックマン。ラッシュの改造が終わった。いつでも出発できるぞ。もう宇宙へだってへっちゃらよ、ロック。
ユータ君、いろいろありがとう。じゃ、行ってくるよ。頑張って、絶対ワイリーを捕まえて戻ってきてね。うん、必ず。小賢しい日本人ども、星に願いだのいらぬ。これで日本とロックマンは絶滅するのだ。思い知れ、行け隕石ロケッチャー。緊急事態です。突如日本に向かって無数の隕石群が接近しています。このままだと日本は壊滅。今新たな情報が入りました。ロックマンです。ロックマンとその仲間たちが隕石群に立ち向かってくれています。ロックマン頑張れ。フレーフレーロックマン。そろそろ来るぞ。ここで別れて戦おう。よし、ワン来た。スーパーロックバスター。それ。ラッシュもブルースもみんなやるな。あ、ビート。ここは俺たちが引き受けだ。お前はワイリーを叩け。分かった、頼むよブルース。ラッシュ、ラッシュ。くそー、ロックマンたちめ。そうだ、ひねり潰してしまえ。お前なんかに捕まってたまるか。危なかった。どこに投げているんだ。あ、やられた。ここで待っていてくれ。
帰る大気圏突入用のロケットなど作っていなかったんだぞ。これでわしは宇宙の塵となって一生帰れないじゃん。大丈夫、とっても素敵な乗り物で地球に返してあげるよ。おいおい、本当に大丈夫なんじゃろうな。こんなんでちゃんと地球に戻れるのか。ライト博士が熱に強く作ってあると言っていたから大丈夫大丈夫。しかし突入角度を間違えれば我々は燃え尽きてしまうんだぞ。いいからロックマンを信じてろよ。ほら大気圏に突入するぞ。赤いよ、燃えるんじゃないのこれ。もう星にでも何でもお願いするから地球に返してくれ。いろいろ迷惑かけてしまったけど、とても勉強になったよ。ん？日本の人たちは昔からの伝説を大切にして、それからいろんなことを学んでるんだなってこと。そうかな。きっとそうなのね。ユータやアカネも初めて知ったのかもしれないな。日本人でも忘れているようなことをロックマンは学んだのね。偉いわ。いや、そんな。ほら行くぞロックマン。またね、ドッグマン。ゲームでまた会おうね。じゃあ皆さん、また会える日を。